やるよ。他に忘年会とか皆さん行きました？プライベートとか含めて。結構最近ありましたね。あ、じゅんちゃん結構やってんの？2回ぐらい行きましたね、忘年会。はい。それもなんか配信者の友達とか。配信者の友達もこの前やって、うん、で全然別件のやつをやったりしましたね。俺1個も呼ばれてない。いや、それ大石さんちょっと、いや、純ちゃん含めて俺呼ばれない。さすがに呼べないでしょ。いや、配信者、配信者、俺とオニアとユユだと大石さん行こうよ行こう行こう。いや、そう、ちょっとやっぱ行きたいわ、それ楽しそうだわ。やっぱ忙しいだろうなって、年末のなんかクソ忙しい時にちょっとあれかなと思って。いやいや、そんなことないですよ、うん、もういつでも誘ってほしいです。え、イアブちゃんはどうなんですか？忘年会。私はそのバンドっていうよりもその仕事っていうか会社をやってるので、うん、そっちのなんか忘年会というか接待がなんで罰悪そうなの、ね、え、イアブちゃん接待するの？いや、いや、変な接待、変な接待じゃないですよ。そういうわけ、そんな、人が言ってるんだよ。接待するって言ってる。DX とかすぐ言うから。DX とかすぐ言うから。普通に接待するのっていただいたんだから。あの、会食というか、あもう本当普通にあの酔っ払わないです。真面目な。へー。今日はあ、お時間いただいてありがとうございます、みたいな。へー。そういうのあんまないな。あります、ね、まあ、気狂いそうになるんですけど、途中で。気狂いそうになる。あ、ってなりません。帰れみたいなのなんですけど、その人たちが生放送見てないことを祈りますね見てない、大丈夫それで言ったらね、そのトム君もたくさん気狂いそうな忘年会行ってるんじゃないですか、今年。でも岩渕ちゃんが今言ったような感じが僕も多いですね。会社と会社の会食とか。へー、何すんの？会社のと会社の会食。あの、僕たちの場合って、はい、なんか飲んだ後になんか2時間例えばあったとして、はい、1時間50分くらい何でもないような話をして、うん、残りの10分くらいでこういう仕事やりたいねっつって仕事につながるみたいな。へー。なんかそういうものが多い気がしますね、音楽業界っていうか。その1時間50分の何でもない話って何なん？ちょっと赤くなってきてませんか？いや、だって気になるよね。あの、趣味の話とか。趣味の話って何？最近どういう、お忙しいですかみたいな話から聞き出して、そっから天気みたいな話、最後こう、そのお仕事一緒にできたりですねみたいな。あ、天気の話？天気のどうでもいい本当に話っていうか。天気の話1時間50分できる？それ逆に特技全部が全部天気じゃないから。全部が全部天気。でもトムさん聞くの上手だから。そうね、すごい、なんかめちゃくちゃ聞き上手。うまそう。上手なんじゃなくて、人の話がすごい聞きたい、楽しいっていうか勉強になるみたいな。大体の情報知ってるもんね、業界のねいや、でも僕業界一口堅いんで言わないですけど。そう、なんかトム君はやっぱ全然口堅いというか、誰にも何も言わないよね。何も言わないです。黒人さんはどうなんですか？僕ですか、はい、僕はあの同窓会に1個ぐらいありましたね、忘年会。高校の同級生、20だからもう 4,5 年前のやつらと毎年やってるんですけど、それありましたね。素敵じゃないですか、そういうの。あ、そうですか、はい、皆さん友達じゃいないんですか？一応いますけど。高校の友達コンスタントに合わないですよね。黒人さん、舐めてます言ってないって言うから、言ってんのかなと。あ、すいません。でも、あ、そのね、その愛知に住んでらっしゃるから。あ、そうです、そうです、そうです。余計にこう集まりやすいっていうのも。集まりやすいですね、やっぱね。どういう話するんですか？いや、もうなんか昔の、あだこうだと、この思い出の話とか。今回はもう卒アル持ってきてたんで。卒アル見ながら、あの、当時かっこよかったやつの名前で、誰か電話かけようかとか。いいっすね、そういうの。なるほど。仮で告白しようかとか、そういうまあ冗談やってませんけど。42で告白すんだあんましねえよそれ俺前から好きだったのに付き合ってくんねえから